今日はですね、前回ちょうど治療のお話で、薬の治療とそれから自己努力ですね、病気ってメンタルって自己努力が必要ですよといったその話と、それからもう一つ時間をこう待つという、忍耐力ですね、でそういうものもすこぶる必要ですよという話をしました。で前回はどっちかというと病気全体のまとめだったんですけども、今日から、実際持っている病気とどう、立ち向かっていけばいいかという具体的なお話をしてみたいと思います。で こういう薬と自己努力と待つということで、今日はちょっとこの今のこう集まってくださっている人の中では、あまり多い疾患ではないんですけど、アルコールのお話をしたいと思います。で、アルコール依存症というのはどんな病気かというふうなことをざっくり話しますとですね、至って単純な考えでいいと思うのは、依存症になるぐらいの量をある年限続けて飲めばなるぞと。だから逆に言うと、お酒を一滴も飲みませんという人は絶対依存症にはならないと。ということなの。だから非常に単純でしょ。だから たくさんの量を飲むから依存症になっちゃうというだけのことなんですね。で、そうなっちゃうと、じゃあどんなふうになっていくのかというと、普通の病気だったらですよ、例えばアルコール依存症になって、肝炎を併発しましたというふうになったら、やめればいいんですよね、お酒ね。でそれができないのがこの病気なんです。例えば、皮膚の病気になってあるお薬を飲んだら肝臓悪くしちゃいましたとか、そうなった時どうするかって、先生はみんなこの薬やめましょうっつって薬切るんですね。そしたら肝炎治っちゃいますからね。でそれで終わりなんだ。ところがこの依存症の病気の本体は何かというと、やはり結構多い量のですね、アルコール類をですね、量ですね、ごめんなさい、こういう字の方がいいですね、大量のアルコール、ビールでも何でもいいんですが、を飲んだ結果、一つはやはり頭が毒に当たってしまう、ね、まさに今一般的には中毒って言葉は使わないんですけれども、アルコールは体の頭にとっては毒なので、それが当たっちゃう状態、まさに中毒ですよね。それから体が毒に当たる中毒、こんなふうなことが実際に起こるわけです。で体だけであれば気がついたらやめればいいんですけども、頭もアルコールという毒に当たっちゃいますから、まともな判断ができなくなっちゃうんですね。でじゃあどうするんだと、本人がそのやめた方がいいってストップが効かなくなったらどうするんだということで困っちゃいますよね。でじゃあ何かいい薬があるのかなと、どうしてもそっちに頼りたくなっちゃうわけです。まず薬どうなんですかと。でいろいろな薬は開発するんですけども、
発作的にお酒があんま欲しくならないような薬も最近は出ましたけど、まあ、昔からあるのでいうと抗酒剤といいますね。お酒を飲むと気持ち悪くなってお酒アルコールを吐いちゃうと、そういうのがありますね。これお薬でシアナマイドとかね、それからの、まあ、ノックミン、こんなものが昔からある。でそれを朝に飲んどくと夕方仕事帰りに酒飲んで帰ってくるともうゲボッと吐いちゃう。たくさん一升ぐらい飲めてた人も一合お酒飲んだだけでもう胸はドキドキするし顔はもう真っ赤っかになっちゃうしですね。でゲボゲボ吐いちゃうから俺はちょっと体悪いのかなと、ね、これはいかんというので飲めないと。で次の日の朝もこのお薬飲んどいてもらうとまた戻しちゃうと。でこれはいいじゃないかというのでもうこれでしばらく毎日のようにしてやれば治るんじゃないかということなんですけども、基本治らないんですね。なんでかというと治す薬じゃないから、飲んだらゲボって吐く薬ですから、家族の人もこれを飲まさなきゃいけない。昔はね、家族もどうやっていいか分からなくなってこの薬に頼った家族がいて、で薬だけくださいみたいな話になって、で昔そういう相談機関なんかで、まあ、今はしませんけど、こういう薬が医者に行ったらもらえるからもらってきて、で味噌汁の中に入れたりなんかいろんなところに入れて飲ませば本人酒飲めなくなりますよっていうのを教える人がいるんですね。いたんですね、実際に何人もいました、僕は知る限りでは。でそういう人たちの、まあ、指示に従ってやると確かに飲まなくはなるんですけど、酒飲みたい方はもう飲みたくてたまりませんからね。もうこんなチャチー手が見破れないわけがないですよね。なんか最近ちょっとおかしいなって話になり、もう家の人が用意したものは飲まないようにしようと、もうこれでこの計画終わりですよね。だから朝ごはん食べないようにして、で家族が出したものは食べないようにしていけばその日は飲めますから、あこれ朝からなんか変な薬でも入れてんじゃないかなってもうバレてしまうというね、まあ、こういうような形でこの薬は、少なくとも治すという力はですねあまりないんですね。だからこの薬と自己努力と待つというこの3つの要素の中でアルコール依存症に関して言うと薬は非力、もう非常に力は少ないです。うまく使えばいいんですけどね。でそうするとじゃあ自己努力っていうことになりますでしょ。だから本人に、自己努力もう欲しくてたまらない人に自己努力をしろったってできませんよね。これも、最初スタートもうほとんどできないわけです。そうすると、ここの待つことしかなくなるんですよね。これ待つっていうのは、前回も話しましたけど、ただ漠然とその見守ってるんじゃなくて時間の経過の中でどういうふうにしていけばいいのか、そういうことをじっくりと考えるっていう意味ですから、そんなに即何とかさせようと、それから本人に努力をさせようと、こういうまあほとんど無駄というような方法を取っちゃいけない。でここが大事だ。ところがですね、僕が見てきたかなりたくさんの依存症の人たちの家族の対応はっていうと、ほとんどがいい薬型出してくださいと、ね、本人によく言って聞かせてくださいと、そういう話ばかり、私たちが言ってももう聞かないので先生からもうお酒やめるように言ってくださいとか、もうこれ以上飲んだら1年以内に死ぬように言ってくださいとか、確かに1年以内に死にそうな依存症の人もいるけど、外来まで歩いてくる人で酒飲んで1年で死ぬケースってほとんどありませんので、そんな嘘は言えませんよね我々はね。でもいやそうは言えませんって言ったら不満な人がいっぱいいましてですねここのまさにこう自己努力を強要しようとするで、我々医者とか医療者まで巻き込んででもですね、まあ頑張らないとどうしようもないんだよと、あんたが頑張らないと
私たちだって大変だし、家も大変だし、また小さい子供もいるし、まだご両親は健在で生きてて、ね、家の後継ぐのは誰なのよみたいな話を、まあ、ひたすらですね、本人に言って何とかさせましょうって、まあ、ほとんどこのパターンで、そういうパターンは今今日の、ね、テーマのこの3つの中のどれですかというと、もう無効なところに一生懸命力が注いでるわけですから、まあうまくはいかないですね。でじゃあどういうふうに実際直していくのかって話は今から、まあ、するわけですけども、最終的にはね、依存症っていうのはやっぱり自己努力ですね。こちらでやるしかないんですよ。これスタートの話。スタートはほとんど無効。これほとんど無効ですね。無効の罰マーク。で、スタートはこれですね。これがもう20万。じゃあまずスタートの一番最初は何かというと、家族がいたらですよ。家族がこの今僕が説明したことをよく理解するとこから入らなきゃいけないです。治療の流れを時間をかけて今から作っていかなきゃいけないなっていうことに気づかないとダメなんで、初期のうちに、本人はお酒でかなり参ってます、頭がかなりの栄養障害がね来ますから、アルコール依存症で、コルサコフ症候群、ビタミン B1 が欠乏してですね、頭が認知症の方のように、落ちちゃ能力の落ちてる人、もう本当に数分前のことが思い出せない人、ひどいとそうなっちゃうし、それからまあ軽い人なんかだと物が二重に見え始めるっていうのは、もう動眼神経、脳の中の動眼神経が麻痺を起こし始めてますから、もう頭が本当おかしくなっていると。それから もっと軽いもんであれば、最近めっきり記憶力落ちたなと、物忘れみたいなのが若くして起こってくるとかね、まあ、こういったようなことが起こってきます。そして自分の病気に対する自覚っていうのはほとんど持てない。でただただそのいろんな理由をつけて飲むというパターンしか持ってないというね、まあ、そんな人に、自己努力しなさいって言ってもなかなかうまくいかないです。でそうするとそこでやっぱり力を発揮するのは、まあ初期においてお酒の人たち、頭本当に参ってますから、頭の参ってない人たち、家族も不安で参ってますけどね、そうすると結局も我々相談に来てくれたこうアルコールを治す我々がやはりそこにいろんなサポートをしていかなきゃいけないと、ね、不安ゆえにいろいろわーっとしゃべる家族に、あこんな奥さんがいるからこの人酒飲みたいんだわみたいな変な解釈をしちゃいけないです。そういう解釈をする人いっぱいいます。昔いた病院で僕がアルコール始めた頃に、アルコール依存症の人もおかしいけど家族もみんなおかしくないかとかって同僚の先生によく聞かれました。でそれはおかしいわけですよ。その結婚した当時はね、みんな働き者で一生懸命やってた人がある期間過ぎてお酒飲んでるうちにおかしくなってですよ。で隠れて嘘なんか大嫌いだった人が嘘ついてでもお酒で飲むようになっていくとか、ね、子供の貯金箱からお金盗んででもワンカップ買いに行くとか、そんなことはもうザラですから。で飲むためだったら約束なんか守らないですから。だからもともとは実直で、きちっとした性格だった人が10年20年のうちに見事に変わるわけだから、これはもう家族にとってはトラウマ以外の何物でもないですよね。信じがたいことが目の前で起こるわけですからね。だからそういうふうなものとして、まあ、我々が捉えていくことも大事なんです。だからこの松の中には、まあ、家族がねちゃんと待たなきゃいけないという話、前回も、この治療の中では治療者が待つということをね考えないといけないっていう話をしました。で、まあ、10年選手ぐらいのお医者さんじゃなかなかこの待つなんてできないよって、もっともっと経験いっぱい積んでいっぱいいっぱい待って待って待ちに待って、
でやっと力がついてくるようなもんですよって話を前回しましたけど、まさにここの、ね、一番最初アルコール依存症の一番最初活躍するのは治療者ですよね。で治療者がその来た人を見て本人と家族とよく見抜いて、でそこから治療を考えていかなきゃいけないです。僕もアルコール依存症を始めた最初の頃は全然そういうのは本当に力なくて、本当に勢いだけで、もうある主催者と出会って本当に悲惨な人生の末に亡くなった方がいたもんだから、そこからこの治療をやりたいと思ったので、本当に勢いだけで治療してたんですけども、でその時は本当に分からなかったんですよ。でそうするとこの来た主催者の人とに期待をしてね、で来た主催者の人のいいところ実はいっぱいあったん、今から考えるといいところあったんです。いや先生もう依存症だって専門家に言ってもらったことはないと、で当時そんな専門家でもないんで専門家に言ってもらったと言われるとね辛い面もあったんですけど、でもこの先生が依存症だって言うんだったらもうやめますよと、ね、こんな病院まで来て依存症だと言われてそれでやめなきゃダメだから、自分の人間性ダメだから、分かりましたもうやめますって言うわけですよ。で僕とそう約束してくれましてね、絶対飲みませんって。で2週間経って来ます。そしたら今までやめるなんてことを考えなかった人がやめ始めます。また2週間経って来ます。またやめてきます。でそうこうするうちにね、こちらもうまくいってんだなと思っているうちに、またひげぼうぼうでね、もう風呂も入ってないだろうし、体重も依存症の人2週間も依存に陥っちゃうと体重も落ちちゃうし、表情もうつろになるし、顔全体はなんとなくむくみがひどくなってくるし、でも2週間後に来てですね、来ない人もいるけど来る人多いんですよ。ああ先生やっちゃいましたっつって、もう約束守れなくて申し訳ないっつってすぐに来られる。でそこでまたね、当初僕たちはじゃあもう一度いつでもやめれるかまたやめましょうっつってやると、でそれでやめていく人もいるし、でもほとんどの人はやまんないんですよ。でまたダメですって、でそれを3回4回5回ダメですって言ってくると、我々はどう思うかというと、あれだけ約束すると言ったのにと、で当初約束したけどあれはもう最初だけかと、この人は持続力も何もなくて結局はやまらない人なのかなというような気持ちにさせられてしまうんです。で今の実は話の中に治療をしていくキーワードが実はあるんですね。これは何かというと、まあ、失敗のキーワードは本人の自己努力のスタートは切れないというのを分からない私が自己努力にかけて約束させてで治療しようとしたことが大間違いだったということが一つですね。それからもう一つはこのスタートね、スタートをこの治療者が考え出さなきゃいけなかったんですよ。これ大事なキーワードがあるんですよ。で飲みたい人がもう飲みたい気持ち満載の人がね、1年後ですよ、もう飲まないって自分の意思でやめる。で飲みたい時もあるけど飲まないで頑張ってますというふうに誰が変えるんですかってことなんですよ。で自己努力が無理だったらもし治療ができる病気であれば治療者がやるしかないじゃないですか。でそういうのも僕がこう依存症の人と10年20年付き合っていく中でいろんなことが見えてきて治療の大半が見えてきたわけですね。で今だったらこういう人が来たらどうしていくんですかっていうと、約束させません。
約束しますって言ったら、約束はいりませんって、ただ頑張って通ってみませんかって話をします。できる限りは努力してくださいと。でこの人の駄目な点ね、これは何かというと、すぐ酒飲んじゃうと。平たく言うと、すぐ酒飲んじゃうからダメと、意志が弱そうだからダメと、ね、約束したのに約束破るような人だからダメと、5回も破ったらこの人人格変じゃないとかって、だからダメとか、もう勝手にそのダメなところと治療者が自分の頭の中で構築していくんですよ、ね、この人ダメ、これダメ、これもダメって、もうダメの山ですよね。でこういう見方をされている中で、本人は頑張るわけですよ、一生懸命期待、ね、治療者に対するその、過剰期待なんていう名前をつけて説明する先生もいるんですけど、これ過剰期待じゃだと僕は思わないんですよね。自分じゃどうにもならない、それを何とかしたいと思って、そしたらやはり、治療者が見つかったら何とかやりたいと思うわけですからね。でその人に、もう初っ端からですよ、あんたのどこがダメかっていうところをいつも見られながら、でそのダメなことがあるたんびに、やっぱりダメじゃないか、ダメじゃないか、ダメじゃないかと言ってビシャッとこう潰されてしまうわけですから、これは治るわけがないんですよ。で依存症の人のが治っていける、そのダメなお酒を飲んでしまうっていうところはダメなんですけども、それを跳ね返すぐらいのその人の良さね、その初期に一番最初にそこを見ないといけないんです、治療者っていうのは。いいねね、だからよく結婚したときは一生懸命この人真面目な人でね、仕事も本当に遅れることなく頑張っていた人なんですとか、それから、結婚記念日にはいつも花を買って持ってきてくれたんですとか、病気の時は一生懸命横でお粥を作ってくれたんですとか、そういう人多いですよね、真面目な人多いんですよ。こういうものを持っている人多いんですよね。実はキーワードここなんですよ。いいね、いいねを見てですね、そのいいねをどういうふうに現実にさせてあげればいいのでしょうかという、そこを治療する人っていうのは考えなきゃいけないですね。だから例えば通院しましょうっていうと、初心で来て頭がもうかなりぼーっとしてですね、こっちの言ってることも本当に 100% 理解もできないけども、でも先生がそう言うならやっぱり行かなきゃいけないんだなって言ってこう通院してくれるわけですよ。ですごい真面目な人なんですよ。だからそこのところ生かさなきゃいけないんですよ、ね、だからもう約束してたるうちに本人がいやちょっとやっぱりどうしても2ヶ月顔出せないんですとかって言って逃げたくなっちゃうんですけども、そこは良くないところなので、そうするとその人の真面目なところを生かしてあげるには、とにかく1週間また後で会いましょうと、ないし2週間いつもと同じように来ましょうっていう、その人のいいところの後押しをしてあげるんですよね。まあ約束したんだから、この人の意思に任せてその自己努力させましょうっていうんじゃなくて、こっちがやっぱりサポートしてあげなきゃいけないところもあるんです。やっぱり飲みたけりゃ来ないようにして、いろいろな理由をつけて飲んだりいろいろもしたくなるんですけども、そこをきちっと、だから変な理由をつけたときはそれはよく考えてみてくださいって話になり、それはやっぱり飲みたい理由付けなんだろうから、本来のあなたの、ね、真面目で優しい性格からしたら、もったいないでしょとか、それから例えば家の人が外から帰ってきたら飲んだんじゃないかと思って
寒いこういう冬なんか顔赤くして帰ってくると後ついてくるんですよね。でよく笑い話はトイレに入って出てきたらトイレの前では奥さんが心配そうに立って見てたって話、それは飲んだんじゃないかと思うと思わずついてくるわけですよ。でそうすると疑われたと思って奥さんに対してすごい怒りが出てくると。でそういう時に我々はですね、まあそういう奥さんも病気になっている可能性あるよとか、そういう不安なところがあるんですよとか、やっぱりその人の本来持っているこう人に対する優しさに働きかけていくっていう作業、中を取り持ってるんじゃないですよ。だからこういう作業をうまくしていくわけですよ。でそれは疑ってるんじゃなくて不安なんですよって、不安だからついつい気がついてみたらトイレの前に立ってたってね、そういうことなんですよっていう、これも本人の持っているいいところに働きかけながらですね、そこを積み重ねていく、どんどんとね。だからまあ診察に来るたびに一番最初の頃っていうのはもう今までダメダメマークいっぱいつけられて来た人たちの中から今度はいい根をどう積み重ねていくかというところにサポートしたり、時には修正するように言ってあげたり、いろんなことをやっていく、そういう作業をしているとですね、この人のいいところですね、真面目な部分がどんどん出てくるわけですよ。でそうこうするうちに頭がこう待ってると回復しますんで、徐々にね、もう本当に奈良漬け状態なんて僕は呼びますけど、お酒で思考回路が本当に参っている人たちも時間とともに回復していくと、はっと気がついてみると視界が広がって自分以外の家族がそこにいることにも気がついて、でこの人の自己努力がそこから本格的に始まっていくと、まあ、そういうね流れを作らないとこの病気っていうのは治らないんですね。まあ他にもまだまだこの病気に関して言いたいこといっぱいあるんですけど、こういう治療の導入っていうことを考えたときに、この今日はアルコール依存症はね、時間の経過を待ちながら主にここにね働きかけれる人が働きかける必要がありますよと。で問題なのはこのままでずっと10年20年やっちゃダメなんです、ね、お医者さんがこう依存させるような、私に任しとけばやまりますみたいな、なんか依存を してもらうような考えのサポートもうできちゃうんですけど、下手するとそれはダメなんです、うん、これはあくまでもやはり病気はメンタルの病気は自分で治さなきゃいけないので、自己努力を、ね、引き出すように、途中からいろいろ考えてもいかなきゃいけない。そして、どうしてもねこうイライラ感が強くてお酒をやめようと思ってもイライラした時に飲んじゃいますっていう人もいます。一生懸命やってても、でそういう人は僕は何回か今言ったここで話してますけども、気分の調節障害、気分循環性障害がある人が多いです。そういう人は自己破壊的なので、一生懸命お酒と戦っててもちょっとした一言とかちょっとした相手の態度でもうその自分の頑張ってることを破壊したくなっちゃう人がいます。でそういう時は何すればいいかって酒飲めばいいんですよね。だからそういうこれはまあ気分循環性障害という病気ですので、その病気に対しては、ね、お薬も適切に使っていってあげないといけないだろうと。だから僕のアルコールの治療の中の何パーセントかの人たちはお薬があるおかげで無事断酒に近づけてると思ってます。だから薬なんか絶対いらないなんて思わないです。必要な時はそうした方がいい。それから抗酒剤というお薬も、ねお味噌汁に入れられて騙されて飲ませんじゃなくて、今日は宴会があって、で奥さんも朝から心配もしてて、で自分としては大丈夫だと思うけども、まあ、奥さんに心配かけないために朝もう起きたらそれを飲んで、そう心配しなくても大丈夫で、自分も今日は飲んだから飲めないぞと言ってやめようという力を上げようと、こういうふうな意識のもとに、ね、お薬飲む抗酒剤飲む分には OK で出します。これもいいことかもしれません。だから治療というのはこれがダメでこれが良くてというよりは、こういう
治療の時間経過とともに、それから自分の自己努力で自分が変化するとともに、こういうバランスですね、こういうものをちゃんと考えていかなきゃいけないということだというふうに思います。今日はアルコール依存症をね、テーマに取り上げました。で、そうでない方も大勢いたんですけども、メンタルの疾患というのは、この依存等の問題は大変、依存から考えなきゃいけない問題というのは大変あるんですね、治療上ね。だから少なからずお役に立てたのではないかなというふうに思います。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。